カーメンバシリオは、アメリカ合衆国出身の元プロボクサー。ニューヨーク州カナストータの生まれ、イタリア系。元世界ウェルター級、ミドル級王座を制した2階級制覇者。1948年、プロデビュー。1953年9月18日、キット・ギャビランの持つ世界ウェルター級王座に挑むが、15回、判定負け。1955年6月10日。 トニー・デ・マルコを12回戸に破り、世界ウェルター級王座獲得。同年11月30日の再戦では、デ・マルコの強打で、ピンチに陥るも、12回逆転戸で、初防衛に成功した。翌1956年3月14日の2度目の防衛戦で、前王者ジョニー・サクストンに判定負け、王座を奪われるが、同年9月12日の再戦では、サクストンを9回戸。 王座を奪回した。翌1957年2月22日、サクストンを帰り討ちにして初防衛。同年、2階級制覇を狙って、ミドル級に進出、5月1日に、天才シュガー、レイ・ロビンソンの持つ、世界王座に挑んだ。当年38歳のロビンソンを得意の打撃戦に、引き込み、大番狂わせの15回判定2から1勝ち,ちで王座を、ダッシュ。 価値ある2階級制覇を達成した。翌1958年3月25日、初防衛をかけ、ロビンソンと再戦、前回同様の乱打戦に持ち込み優位に立つが、6回にカットした左目に集中打を浴びて、形勢を逆転され、1から2の判定負けで王座を奪回された。1959年8月28日、ロビンソンが剥奪された。 NBA 世界ミドル級王座をかけて、ジーン・フルマーと決定戦を戦うが、14回、TKO と敗退。翌1960年6月29日、王者フルマーに挑むが、またも12回 TKO 負け。1961年4月22日には、王座帰り先を狙って、ポール・ペンダーに挑むが15回判定負けで、王座帰り先ならず。 2012年11月7日、肺炎の合併症のために、ロチスター総合病院で死去。85歳没、56章16杯7引き分け。ありがとうございます。